はようございます、釣り子 TV です。バズベイトを一つですね追加で買ってきました。これずっと広告も載っていてですね、いつ店頭に並ぶのかなって結構待ちわびていたんですけども、ケイリー山本カスタムベイツのバズベイトの黒ブレード、まあスカートも黒ですけどね、真っ黒黒なこんな組み合わせが新しくカラーバリエーションで追加されたということで、メイドイン USA って書いてありますね。で価格は1089円、こんな感じでですね、この金色と銀色のあとスカートの色でっていうことでゲイリーバズベイト、ずっと出てましたけどね、それに新規でこの黒ブレードっていうのが出たので買ってきてみました。早速開けていきたいと思います。はい、これね、うわー、まあこれ自体はもうほんと昔からあるルアーですからね、皆様おなじみのゲイリーバズベイトで、この大きいサイズのゲイリージャンボバズっていうのもありますけどね、本当はあのジャンボバズの黒ブレード欲しかったんですけども、やっぱり人気みたいに出たばかりっていうことでジャンボバズはもう店頭になくてですね、どうにかこの普通の小さい方のサイズ、買うことができたんですけども、こんな感じでバズベイトということで、この特徴的なプロペラがついていて、でこうクランクしていって、で下にはこの昔からおなじみの平坦なヘッドがありますね。でスカートがシリコンのこの黒で、針がですねこんな感じでついております。面白いですよね、バズベイトがやっぱりなんでこれでうーん魚が釣れるんだろうって一番ないわーって最初思ってて、使ってみたらあこれ面白いなって、ルアー釣りが面白いなって思うきっかけになったようなルアーですけどね、このプロペラがトップウォーターで水面でこう水面を攪拌してパチャ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 って進んできて、それにたまらずここにブラックバスがバイトするっていう、こういうことなんですけども、最近この黒ブレードっていうのがほんとシークレットで人気になってるってことで、ついにゲイリーバズベイトにも黒が追加されたのかななんて思いますけども、黒いプロペラっていうとこれを使ってるんですよね。これまたですねよく釣れるバズベイトの、ノリーズのクリッパー、でかい方のサイズですけどね、この色がもう大人気なんですよね。でこれも黒のちょっとあの艶を消したようなこういったブレードがついてるんですけども、この色本当売ってないんですよね、あの店頭に並んだらすぐに売り切れちゃうんですけども、牛久沼とか霞ヶ浦水系とかマッティーなところで非常に人気が高いっていうことで、でこれで、まあ、亀山ダムなんかに自分は主に使いますけども、まあ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 よく釣れるっていうことで、こっちの黒いやつも手に入れたんで、黒であんたはすごいいい思いしたのって言うと、実はまだですねあんまりあのバズベイトの黒っていうのでめちゃくちゃ入れ食いになったとかそういうのっていうのは自分は体験したことがないので、ちょっとこのタイミングでですねバズベイトこれ使ってですね頑張っていこうかなって思うんですけども、どういうタイミングで投げるのっていうところで、自分の場合バズベイトはですね雨が降ってる時ですね、で一番よく釣れるのがまあレンタルボートでの話ですけども、こう水をかき出してないと、もしくはビルジポンプを回していないと船の中が水たまりになっちゃう、それぐらいバチャ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 ーっていう、雨が降ってる時、そういう時に岸際に投げて、テンポよくタカ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 って引いてくると、ものすごい数のバイトが出る、このタイミングが一番使う機会が多いですね。あとは、まあ朝マズメと夕マズメ、魚がトップウォーター普通のプラグとかでも出るようなタイミングですけども、そういった時にまあでも朝マズメってあっという間に終わっちゃいますよね。気がついたらもう太陽が結構高い位置に来て、あ朝マズメ終わりだなーなんてなっちゃいますけども、その短い時間をですね
効果的にトップレンジで誘いたいとき、そういったときこのバズベイトものすごい効きますよね。なんか魚がちょっと上のレンジにいて何かいたら食ってやろうってこううろうろしているような状況で、まあ、たまにボイルも見れるよみたいなときにバズベイトをとにかくいろんなところでいろんな角度で、沖から岸際から通してやると、あ、こんなところで出たっていうところでバシャーって出たりっていうこの使い方。あとは、これから今夏もだいぶ終わりの時期に来て、だいぶ、秋になってちょっと涼しめになってきたなーなんていう時は、霞ヶ浦水系の護岸際、こういったところ日中でもですね、他のトップウォーターとかだとなかなか出ないんだけども、何も考えずにこうスピナーベイトを投げるような要領でもとにかく無心で護岸際にこの、バズベイトを投げて、巻いてくると、日中の変なタイミングで結構でかいのがポコンと出たりとか、そういったところで使うことが多いです。これから秋に向けて他のポッパーとかペンシルとかスイッシャーとか他のトップウォーターがいまいちもう出にくくなったなっていう、まあ、11月の初めとか、だいぶ朝冷え込むようになったななんていうタイミングでも最後までトップウォーターで誘ってくれるのが結構このバズベイトだったりするので、ちょっと最近使ってなかったんですけどね、せっかくこのクロペラ1個買うことができたんで、今年はちょっと秋口なんかまで、頑張ってバズベイトいろいろ練習してみようかななんていうふうに思います。ほんで黒色なんですけども、メーカーのホームページとかですねいろいろ調べたら、これキャッチコピーがですね、漆黒のイカズチってかっこいい感じで書いてあって、ちょっとした説明も書いてあったんですね。従来のスプラッシュ音はそのままに、でかいバスを引き出すポテンシャルを持つカラーペラとスカートをブラックで統一することによって、水中からのバスの目線ではシルエットがはっきりとし、ミスバイトが軽減するということで、ブラック新登場ケイリーバズベイトということなんですけども、まあ、黒なんでこうシルエットがはっきりするよなっていうのは、これが結構重要なんじゃないかなっていうことで、そういう黒の効果を感じるのは結構真っ暗闇ですけどね、シーバス釣りなんかよくやるんですけども、で鈴木釣り自分の場合はトップウォーターまで行かないんですけど、水面直下、もう水面の1個下ぐらいをルアーで誘うことが多いんですけども、そういう時にカラーの違いでものすごい釣れたなーって感じたことのあるカラーってね、やっぱ黒なんですよね。真っ黒のカラーの水面直下のルアーとかっていうのがものすごい、なんか他の色と一頭ごとに投げ比べて終わってみると、やっぱり黒が一番数としては釣れたななんていう経験が多いのと、あとは水中の話ですよね。亀山では近年、ダウンショットレッグワームっていうのがずっと冬の、マストアイテムとして君臨してますけども、あれもソリッドブラック、真っ黒の色がシルエットがくっきりはっきりするから一番釣れるなんていう、都市伝説、まあ実際黒ほんとよく釣れるんですけどね、とにかくこういうくっきりとした色が出るルアーっていうのは ある条件下ですごい効く時があるんで、万能ではないのかもしれないんですけども、これだとそうですね、ちょっとマッディーウォーターのところとか、あと亀山ダムとか、まあ自分のいつも行ってるとこですけどね、いまいちどうしようかなっていう時にちょっと入れてみようかな、そういう時にもしかしたらこの黒特有の入れ食いチャンスみたいなのが訪れるかもしれないので、そこら辺でですねちょっと投入してみようかなと思います。まあもちろんですね、こういった他のバズベイトもいろいろ持ってますんで、ここら辺と投げ比べたりしてですね、こういう時はこれ、こういう時はこれなんていうちょっと出しどころが自分の中で完成するといいなぁなんて思って、まあ何にしろバズベイトって本当釣れたらなんかちょっと嬉しい気分になりますね。トップでバカーンっていう、このスピードに追ってきたかとか、いろいろ嬉しくなっちゃうことがあります。じゃあですね、ちょっと重さの方もせっかくなんで測っておきたいと思います。ゲイリーバズベイトのこれちっちゃい方なんですけどね、黒色、何グラムでしょうか。15.1グラムですね。使う竿としてはそうですね、6.6 フィートから7フィートぐらいの、ミディアム H パワーぐらいの竿で合わせてみよう
かななんていうふうに考えてるんですけども、こう竿が長い方がこの結構バズベイト障害物杭とかにパリッて当てたり、ちょっと、護岸際投げる時も護岸から離れたところに落ちちゃっても、長い竿であれば結構竿を煽ることによって岸スレスレを、持ってきたりしやすいっていうところと、で、まあ、こういう感じでスピナーベイトと一緒でちょっと太めの針がついてますからね、あんまりこう柔っこい竿だとですね、それでまあある程度以上柔らかくして乗せとくっていう考え方もあるんですけども、この太いアメリカ製の針を、貫かないといけないんで、まあミディアム H とかかといってヘビーだとちょっと硬すぎてもう投げづらいし、ちょっとやりづらいかなっていうところなんで、まあミディアム H ぐらいの、まあ、6フィート10インチぐらいの竿でちょっといろいろ投げてみようかななんていうふうに考えております。まあ何にしてもですね、ちょっとゲイリーから、硬いやつで久しぶりに新しいこんな感じの真っ黒い色が出ましたんでね、これから夏の終わりから冬の初めまで投げ込んでみたいと思います。というわけで本日はですね、こちらゲイリー山本カスタムベイスの、ゲイリーバズベイト、これの黒色このスペシャルカラーが店頭に並び出してるよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。